電波の神々は電波グミク2023年の大事件簿。年末にそんなの大丈夫そうですか？ね、あのすごいいろんな血と涙と汗がすごかったです。でも結構出てきたね、いろいろ初出し情報が。はい、今年一年も振り返ろう。事件簿みたいなのを、はい、まあ、いや、バックル大会ですよ。あー、怖いよ。ありがとうございます。本当だよ。いや、本当だよ。ちゃんと総合誌マネージャーに襲われる。何で、ね、どういう気持ちで聞いてるアイドルやってて初めてレコーディングに行きませんでした。電波組の2023年、こんなことがあったのかと、ぜひその目で見てみてください。